PTT は台湾で最大規模のオンラインコミュニティを形成しているインターネット掲示板。現在まで国立台湾大学の BBS サークルが非商用かつ学術目的で管理、運営し大部分のソースコードは同大通信工学部の学生や OB によって開発、保守されている。また外部からの法律家を招聘して法律顧問に任命している。 実業棒の他に、人、悲惨の二つの派生版が存在する。2チャンネルと違って、BBS 部分は、テルネット SSH による接続方式のみを採用しており、それ以外での方式では、投稿が不可能だが、公式のウェブ版を介して、ウェブブラウザによる閲覧は可能。オペレーティングシステムは、Linux と FreeBoost に分かれている。 現在登録ユーザー数は約150万人に達し、ピーク時間帯は15万人が同時ログインし2万個以上の看板数があり、毎日2万超のスレッド作成と50万超のコメントが投稿されている。台湾最大かつ中国語では世界最大の規模と言われている。日本では台湾の西 H と紹介されることもあるが、実際には西 H とほぼ同一仕様の 台湾西 H、T 西 H という匿名掲示板がこれとは別に存在していた。ユーザーの特性やサブカルチャーへの親和性は似ているものの、現実社会、特にマスコミを介した影響力は PTT の方が圧倒している。1995年9月14日、大大詞人工定学系2年次学生だった土基金が、 学生寮内でインテル486パソコンで Linux およびオープンソースを用いた掲示板 PTT を開設し初代管理人となった。第、大比の英語略称 PTT は創設者の森が使用した個人 ID。夜深しが状態化したことで熊が目立ちパンダのような目をしていたことからパンダツまたはそれを略した PT のあだ名を付けられており。 t を重ねた方が互換がいいと考えて、pt t となった。漢字を当ている際は、批判と、爆の二つの熟語を組み合わせ、英語名については後付け、プロフェッショナルテコンネルジーテンプルの意義も込められて、言ったとされている。pt は1999年に、うつだやはやし不良牛牧場、小魚的紫色花園、未来最久賞賛、風月星、 陽光サナダなどの類似 BBS と合同で、国立台湾大学電子、つげらん系統研究者を、設立、詩人工業作新会の執行長で代々詩人系、教授だった、林愛喜びを、指導教授に昇聘、並びに代々学生寮のインターネット、研究サークルと合同で、BBS の維持更新を図るようになった。森は、サークル長とやはやし不の管理人に就任。 同年に学会イベント、代々 PTT の夜、翌年に代々 BBS の夜などの公開発表イベントを開催した。2000年、個人や団体などの指摘活動用に、うさぎを開設。ユーザー数が増えていく中で、次第に台湾最大の討論空間に成長していく。PTT での様々な話題は、実生活に影響を及ぼすほどの熱狂を帯びることも、 多く、台湾メディアの取材対象になったり、また言論会にも、波紋を呼ぶほどだった。2003年、大大詩人系統は、PTT を大学公式には属さない、学生自治組織と認定。管理人と会員を大々の学生や、教員以外にも、門戸を開いた。学内の混乱に影響を受けないようが、科ドメインで、ある、PTT、地位を除名する決議を採択。 同時に所有する既存ドメイン名、んちょや代々んちょの名称を外した。2004年4月、アメリカ・アシントン DC でミディグウィッキーを使った海外学生向けの悲惨を開設。BBS 以外に ID 登録が必要なブログやウィッキーのサービスも利用可能。このうち2004年2月5日に始まった、とついーはウィキーチッキー窒を採用している。 2006年初頭まで個人ウィキのサービスとしては台湾では最大級だった。その他の同類ウィキと異なりフリーユースと非商用だった。2016年7月28日、PTT 管理人はサーバーがドス攻撃を受けたと発表。閲覧の遅延やログインができなくなる障害が発生。影響範囲はメインサーバー以外でも個人向けサービスにも及んだ。 記述の通り、創設者が扱っていた大学の各 BBS は管理主体がサークルに移行し、大学公式からも外れている。サークルは PTT を代表するものではなく、理念を継承しているだけである。システム管理やハードウェアの維持は個人の寄付と善意で賄われている。これにより運営方式の自由度が高い。ただし使用している。 代々のネットインフラは代々の学術目的でのものに属しているため、代々の同サービス規定に従う必要がある。投稿のためには、会員登録が必要であり、ISP 情報以外だけでなく、PTT 管理者が個人情報を把握している。このために CH と比べると匿名性は制限されていると言える。投稿されたスレッドには長らく、 ID と IP アドレスが表示されるだけだったが、2019年6月に IP と共に国名が表示されるようになった。この措置により、高尾市長の韓国有を支持する一部コメントの発信元が日本や香港であることが判明し、当該スレッドが荒れる展開となった。不定期に大回避流行語大賞が選定されている。小田栄一郎の漫画ワンピースに登場する。 世界政府住人の故障、天竜人が由来で、社会の支配層や台北人を指す、天竜人から転じて台北そのものを揶揄する、インターネットスラング。PTT 以外でもマスメディアで多用されるようになった。上実の天竜国と同じく、核官営の発言がきっかけで、PTT において、台湾、台湾島、中華民国を自虐する意味で定着。 社会への不満を表明するときに使用する。韓国のヘル朝鮮と性質は近い。なお、逆の意味ではポルトガル語由来のフォルモサやそれの異約であるビレーシマという言葉がネットとは関係なく存在し、国内外で使用されている。返信欄の5番目で知的、あるいは気の利いたコメントが期待されている PTT 独自の流行。ハラピー王中高、老城中高。 五浪中高、本日最中高といった形で使われていたが、そのうち5番目の変身者への期待として、スレアルジュや4レス目までの変身者が五浪中高、五浪受給分などと投稿することが流行するようになった。2006年の第1回非流行語大賞で5位に中高が同様に、2010年の第2回でも27位にランクインしている。一説には、 下記の大課題のヘビーユーザーの研究室が校舎の5階にあるからとも言われている。セブンイレブン。直訳するとセブンちゃん。他に7から11を算数式に見立てたマイナス4もある。台湾屈指の半導体メーカーのリールテック。企業ロゴがカニであることから。日本でもロゴ由来でカニと言われている。台湾の報道機関連合法。 もともと誇張報道、変更報道が多く、ニュースを伝えるのよりむしろ作り出すというやゆを込めて、台湾メディア全体を指す、製造業というスラングがあり、特に一定期間中にそういった報道を繰り返した、連合法に対して付けられた造語。下記の p t t 三人儀に次ぐ、第四の神儀として皮肉的に扱われている。2006年、新幹線は地震を感知してから3秒で停止すると、 大した記事を掲載した。即座に、他市や、合民から、停止まで 5km 弱を要するのに、本当に3秒で止まれば、乗客には 2.83G の重力負荷がかかるなどと、その非科学的な報道が批判を浴び、連合法は、記者の科学知識は、低くないと反論したことから、社員の科学技術が現代科学を超越しているという、皮肉の意味が込められて、この造語が誕生した。 なお、日本でも2005年山形県越本線合戦事故に際し毎日新聞が風の息遣いという言葉で論評記事を掲載、炎上記事となっている。台北駅の略称で PTT 誕生前からあった都市運淡水線の計画案 R13 北車が発端。一般化した時期は不明だが2005年より前には待ち合わせ場所を示すものとして品質している。 2010年頃に交通関係の看板などで、この言葉に対する反発が多くなった。第五での、北七、馬鹿、幼稚の意に、音が似ていることで、燃焼者ユーザーへの不別の意図で使われたり、同じく北の文字が含まれる、竹北駅、北投げ駅の存在を軽視する不公平感があり、台北 VS その他地域の対立を招いたりした。馬永久。 2012年中華民国総統選挙で馬が再選した時の得票数が689万票だったことから。なお、香港特別行政区行政長官ハリブリエイも選出時の得票数が689票で市民からそう言われている。馬英九と握手した人間がその後立て続けに不運に見舞われていることから。日本の西 H ニコニコ動画から持ち込まれた の表記。PTT では2007年以降に流行し始めた。笑顔を表す顔文字。PTT では2005年頃から流行し始めた。ピン音は、KK、ククク、といった薄ら笑いを表す。数を増やしたり、のぎとのぎとと大文字化することで強弱をつける。日本語の3種の人器に相当する、PTT 内で好評カレビュー投稿数の多さに、 伴うユーザーからの認定で決められた。長年の環境政策によって、台北市が市内で発生、処理するゴミの量を減らしてきたにもかかわらず、それによって生じたゴミ焼却処理の余裕を他県市の処理代行に費やしていることに対しての、台北市議会での質疑を受けた、市長下分、アキラの発言。台北市以外のゴミを、愛や緑で分けることに意味はないという意味だったが、 公民によって、現在は、政治家は乱力問わずゴミという政治不信の皮肉を込めた意味に転じている。また、無所属ながらも乱力どちらにも属さず、医師出身の加が主張である、台北市の状況も暗示させるようになった。2017年初党開催の第3回非流行語大賞で2位となった。おサムゼと94の発音が似ていることから、おサムゼ教が、 とてもすごいという強調文となり、さらにシューゼタわけも似た音の87と掛け合わせた94万7894強となる。2017年の流行語大賞19位にランクインされた。主に台湾南部の民間信仰神の武将である夜カ賞を指し、展示てその祭際に従事する近年の若年層の男性は黒社会に染まることが多いことから、 それらを日に来る意味へと変貌しており、ウボタイ台湾語の発音、パットカトシアングは、国語での発音が似ている、ともえや、ハチあるいは、ハチケイや、ともえケイと言い換えられることが多かったが、日本語の、バカが、国語で同義の、本ン、音が似ている、ハチことも、定着の要因となった。そして、言葉遊びが加熱し、ハチプラスーという派生語が誕生するに至った。さらに、 算数式の八プラス九イコール十七は九十四教の語呂合わせとも結びついた八プラス九イコール十七時八分をサムゼ聞き、北社の北七と結びついた七十八プラス九イコール八十七そのみのる8をサムゼ北七という用法もある。二千十七年の流行後対象六位。高尾式左折二輪車の二段階左折は最多二度の信号待ちが必要だが、 高尾市では、横断歩道を使うことで待ち時間の短縮を図る、特有の行動が見られることから命名が定着した。Web 版の画面はスキーアート、商店士は志願した、ベテランユーザーのグループで、グループ内でのユーザー評価により任命される。また、上位の大店使の任命も行う。使用時は、匿名状態であり、ID 名ではなく、商店士とだけ表示される。 2004年5月17日に試験サービスが開始1週間後に正式に始まった。商主人 ID が付与される。毎月29日日は、天使節とされ、ユーザーは商店主への感謝を述べることができる。原則的に、商店主は自身のプロフィールを明かすことは禁止されており、商主人 ID のみ開示できる。かつては商主人 ID は、 性別選択が可能だったが、現在は廃止されている。2チャンネルのアスキーアート同様、文字による描画が可能。スペースキーの連打で動画効果を演出するユーザーも現れた。PTT のものは白黒ではなくカラーの使い分けが可能でニコニコ動画のコメントアート的な要素に近い。ブスムービー看板という専用の板も用意されている。またフリーブスドの メイプル3イタックツールを提供し変換機能で動画配信も可能になったメッセンジャーツールのプモアシステムがバージョンアップを重ねリアルタイムでの不特定多数との双方向更新やミニゲームの制作も可能となった2チャンネルでの板に相当ユーザーは登録後好みの分野ごとに閲覧投稿する板を選択できるスレッド乱率を防ぐために その時点で最も活発な場所がポータルに表示される。看板ごとに一人の管理人が存在し、不適切な投稿を削除するなどの秩序維持の責任を負う。未登録ユーザーや登録を除名されたユーザーは、新主犯、タンツと向いた順文看板一番、行き定検査ル、タイタでのみ投稿が可能。人気看板、看板人数看板内の同時ログインユーザー数が、 色で表示され、その時点での関心度の高さがわかる。ポータルから入った時に、デフォルト状態で表示されている。看板分類ポータルの分類看板タブによって表示される。看板一覧の例各看板の URL は、www.ptt.cc スラッシュ BBS スラッシュとなり、は、各看板名の英数字によるディレクトリ表記。一例として挙げる。 スポーツ、生活関連のうち、サッカー、野球、テニス、モータースポーツ、バスケットボール関連だけで以下のように多岐にわたっている。2CH のように、選手、チームスレッドが連番で続くのではなく、主だったものは個別の看板がある。メインカテゴリーとサブカテゴリーは URL には反映されない。看板リスト1例、推移が表示されている。コメント欄。 水分と言われ、ツイッターのツイートに対する中文表記と同じ。スレッドに対し、半角英数字45文字分のコメントが可能で、投稿文の下部に表示される。投稿文への賛否を表明するためのものだが、投稿主自身での自己レスは禁止されている。3位の場合は返信コメントの手前に、3が批判の場合は、嘘、どちらでもない場合は、が表示される。 単一看板人気リスト2014年ひまわり、学生運動機関の PTT 対中、合民含む大、PTT が大規模なコミュニティに成長し、テクノロジーの進歩で即時性と双方向性が年々、高まっていることから、現実社会への影響力も大きくなり、報道機関が引用することも増えていった。報道機関の記者が常駐したり、政府単位で PTT 上の世論を観察。 参考にすることも多い。台湾鉄路管理局や台湾高速鉄道といった機関もその動向を注視しているという。政治家関係者が ID を作成、議事利用することで、世論工作や過度な投稿、削除が横行することはもはや感化できない状況となっている。2010年、直轄市昇格後の初代高尾市長選挙で、洋宗教陣営は対抗馬の陳菊 人営戦隊本部秘書 PTT 上で洋へのネガティブキャンペーンを展開していたことに抗議した。洋の支持者による人肉捜索の結果 PTT ユーザーと陳陣営のスタッフが同一人と判明し PTT ホーム担当はスタッフの ID を除名した。2014年に管理権限を持つ ID、アライアーズは台北市長選挙で連勝分陣営に加入し他にも 人肉捜索で、マイケル1993、ダニー81322など、複数 ID を陣営スタッフが取得、利用していたことが判明している。2019年12月31日、中国本土で出回っていた、武漢の医師利康介による美白への投稿のスクリーンショットが発揮版にも投稿されていた。それを疾病管制所の職員が見つけ、追跡調査の結果、 一定の信頼性があると見込んだその職員によって CDC で新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患のリスクが共有されさらに封へ通報した。第第5献血者2014年中華民国統一地方選挙期間中ユーザーが PTT 活動を通じて候補者への質疑文を作成し 過分哲や、連勝文などの候補者たちは、オンライン上で、それに回答した。2004年初頭より、台湾血液基金会と合同で代々が所有する、献血者、代々号で献血をすれば、PTT 専用仮想通貨 P 兵と交換できる、孫血大 P 兵を展開している2015年9月、開設20周年を祝うべく各番で様々な、記念行事が行われ、 ログイン画面で、スティッチのアスキーアートが使われた。また、台湾の人気ロックバンドで、メンバー自身が公民でもある、メーデーメンバーも創設者の森と共に、祝福のコメントを寄せた。PTT 表特番で、PTT ハイと称して、オンラインゲームハースストーンと、リーグオブレジェンズでのコンペを、台北市青少年発展所で開催。祝福標語と共に、各地で、 セルフィーを行いシェアする活動。PTT を利用した、感想、収穫、これまでの道筋などを述べたり、サイトのテーマ曲を発表、シェアするイベント100問100答活動。PTT 関連のお題で出された100問にすべて回答できた場合、100万 P 兵を獲得できる。公民が97問まで到達し、豪波の称号を得た。ローマラブ県2012年に、 PTT ゴーミンを描いた映画、ZH、BBS 民的正義が台湾で、翌年には日本でも、第8回大阪アジアン映画祭で彼と共に、放題、b b s 住人の正義サイレントコードとして、上映された。監督の林が2004年以降シリーズものとして、ネットで公開していた、PTT や、ともえ公募特伝暗視人誕など台湾のインターネット文化を題材にした。 コンピュータアニメーション、木偶人が原作。中国5番 Wikipedia には、Wikipedia、ユーザーボックスで、PTT 参加者であることを示す、ユーザーテンプレート ZH、テンプレート、ユーザー PTT が存在する。ありがとうございます。